ブルスキーの死、または冒険する息子は、ジョアキーノ・ロッシーニが作曲した一幕からなる、オペラ・ファルサである。現在になって全曲は上演されないが、助曲のみが多く演奏されている。1812年に作曲されたオペラ・ファルサで、同時にイタリアで作曲された最後のオペラ・ファルサでもある。八百十二年九月頃に、オペラ、試金石の初演を終えた後、 ミラノからベネツィアに戻った際に依頼を受けたもので、作曲を始めた時期は10月か11月の初旬頃であると言われる。翌1813年1月27日にベネツィアのサンモイゼ劇場で行われたが、たった1回のみの上演で終わり、そのままお蔵入りとなった。さらに、自筆のスコアも行方不明となったが、45年後になって、ポーランドの貴族、 ポニャトースキという人物がスコアも一緒に持ってきて、ロッシーニは大いに喜んだと伝えられる。初演の失敗の原因は上演の不出来と言われているが、一方で劇場側とロッシーニとの間で何かしらのトラブルがあったためとも言われている。確証たる資料がないため不明である。ちなみに1844年ミラノで1回だけ上演されているが、これは無断で改訂されたものであった。 オペラ自体が小編成かつコンパクトであるため、序曲は助走部を持たない小規模なものとなっている。そなた形式で構成されている。また、弦の弓で譜面台を叩くという奏法も取り入れている。演奏時間は約4分、または5分。録音は多いとは言えないが、カルロ・マリア・ジュリーニやイオン・マリン、ジャンルイジ・ジェルメッティラが残している。ありがとうございます。